これからお話しいたします正木先生の変幻出没的なご行動の一つ一つにも皆そうした意味が含まれておりますようで、言葉を変えて申しますと、正木先生の後半のご生涯はその一挙手一投足までもあなたを中心として動いておられたものとしか考えられないのでございます。若林博士はこんなふうに言い回しつつ、その青冷たい力ない視線をふっと私の顔に向けた。そうして私がもう一度座り直さずにはおられなくなるまで私の顔を凝視していたが、そのうちに私が身動きはおろか返事の言葉すら出なくなっている様子を見ると、また気を変えるようにハンカチを取り出して小さな咳払いをしつつすらすらと話を進めた。しかるに去る大正13年の3月の末のことでございます。忘れもしませぬ26日の午後1時頃のことでした。